秋篠宮ご夫妻の次女佳子さまが関東大震災の犠牲者らを追悼する法要に参列されました佳子さまは午前10時ごろ東京墨田区の東京都慰霊堂で96年前の今日発生した関東大震災の犠牲者と第二次世界大戦中の東京大空襲の犠牲者を弔う法要に臨まれました慰霊堂には震災と空襲で犠牲になった16万体以上の遺骨が安置されていて 年2回行われる法要には、これまで秋篠宮ご夫妻や長女の眞子さまが参列されてきました。佳子さまの参列は今回が初めてで遺族らが見守る中、将校に臨み祭壇の前で深く一礼されました。